こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日2022年の6月2日を1元過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は76円ということでね、はい、まあちょっと80円台から下がってますけど、こちら4時間足を見ると一旦下がってね、ちょっと反発しているということです。まあここで、まあすぐにはまたここ抜け、上は抜けないんでしょうけど、この高いところでね、維持してもらって最後突き抜けてくれるといいなという感じですね。はい、他もだいたい同じ感じですかね。はい、ただ、プラスになってるのは体だけみたいな感じになってますね。まあテラは全然もうダメですけどね。はい、ではツイッターに行く前に、カタリストの話をちょっとしたいと思います。6月に入って、このファンド9、タウンホールローンチといって、なんかね、いろいろお話し合いみたいなのがあって、でここにインサイトシェアリングってありますよね。6月2日、これは今日なんですけど、ここでそのファンド Q のキャンペーンがね、ここに公開され始めたので、ちょっとねご紹介したいと思って今拾ったんですけど、ここにねいろんな、テーマ、ここではキャンペーンなんて言ってるかな、アクティブキャンペーンか、キャンペーンがこれだけあって、この中のそれぞれにのテーマの中に、それぞれ提案を、ね、していくという感じです。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 個かなぐらい、項目がありますので、この中に、自分の提案を出していくという感じですね。で、提案を出す時期がこの、プロポーザー、サブミッション提案出すということなので、ここの、プロポーザルサブミッションですね、ここ、が6月9日に始まって6月16日終わると、ここエンドって書いてあるので、多分ここだと思うんですね。でここであとリファイン、ここでちょっと修正期間みたいなのがあって、でファイナライズプロポーザルデッドラインということで、23日になんかこの何だろう、修正したり質疑応答みたいなのが終わるので、まずここの提案したい方はね、ここだと思うので、ちょっとここまでに準備をされるのがいいかなと思います。はい、はい、ツイッターの方は MM さん、をアメリカでローンチか期待ですということで、ワールドモバイルですね、これアフリカの方でね、頑張ってる会社ですよねと思ってたらアメリカでと、はい、そちらの記事です。ワールドモバイルが米国で発売され、チーフアーキテクトのジェームズ・タグがオンボード。あまり長くないので読んじゃいます。ワールドモバイルは通信及び通信分野の発明家であり、専門家であるジェームズ・タッグをオンボードすることに誇りを持っています。ジェームズ・タッグは、マシンインターフェースと量子人工知能の専門領域を持つ技術企業家、発明家、作家です。彼は全て携帯電話に見られるタッチスクリーンの発明者の一人であり、携帯電話の最初の VOIP 通話を行いました。彼の仕事への情熱と献身はワールドモバイル USA の立ち上げでチームに比類のない経験をもたらすでしょう。ワールドモバイルは世界最大のブロックチェーンベースのハイブリッドモバイルネットワークを構築するの構築を目指す通信インフラ企業です。 WMT トークンを使用してネットワーク全体のトランザクションを容易にし、普遍的で手頃な価格の高品質の接続を世界中で提供します。このプロジェクトは接続されていないものを接続することを目指しています。ジェームズ・タグは彼の新しい役割とシェアリングエコノミーを利用して世界中の人々にコネクティビティを提供する、コストを大幅に削減するというワールドモバイルのビジョンについて話しました。ワールドモバイルチームに参加できることを光栄に思います。ブロックチェーンは世界を変える技術であり、この最先端の技術で世界をつなぐほど満足のいくものはありません。彼はさらに、ワールドモバイルには素晴らしいビジョンがあり、革新的な通信業界での私の経歴により、私たちは風景に完全に革命を起こすつもりですと付け加えました。米国は現在コストのかかる企業が展開するネットワークを持つ電気通信ネットワークに対し伝統的なアプローチをとっています。これらは容量に対する爆発的な需要に追いつくのに苦労し、多くのカバレッジの問題を抱えています。スターなんとかによると、米国の人口の 10% はインターネットの接続がなく、国の陸地の 30% は携帯電話のカバレッジを欠いています。インターネットに接続された世界が 10% 増加すると、国の GDP に 1.4% が加算されると推定されています。
米国におけるワールドモバイルの立ち上げはワールドモバイルロードマップの一部であり、シェアリングエコノミーを利用して従来のコストのほんの一部でネットワーク構築することにより電気通信業界に破壊的な変化をもたらすでしょうということです。トークを持っている方はね、非常に嬉しいニュースだと思いますけど、はい、ちょっとねアメリカの方でもやってるという認識をちょっと持って見ていきたいなと思います。はい、学生アンバサダー石田さん、今週末の土曜日に吉野川でカルダのキャラバンの出発記念ミートアップをやります。現地には僕とランケットさんが参加します。勉強会が終わった後は梅酒を飲みながら、あ、いいですね、バーベキューをして、あ、いいですね、みんなでホタル見ます。はい、これで聞いていきたくなった方いらっしゃるんじゃないですかね。四国近辺にお住まいの方やランケットさんにお会いした方は、ぜひご参加くださいと。まあ、イッサさんにねお会いしたい方もいたらいいかと思いますけど、これはちょっとすごいですね。ここまで体のマークを前面に出してね、キャラバン隊行ってくれるとは思ってなかったです。ちょっとこの記事になってるのでこっちも開いてみますか。はい、このミートアップというやつで募集してますね。体のキャラバン出発記念ミートアップ in 吉野川と。時間が、6月4日の午後2時から4時というふうになってますね。はい、三郷っていうのかな、ホタル館というところです。徳島県ですね。はい、いやよく作りましたねこの車。ここの QR コードは何を示してるんだろうな、ちょっとこの画面からだと拾えないんですけどね。はい、BX 吉野川ということです。ディテールズ、カルダのブロックチェーンを活用して徳島県吉野川市の地方創生に取り組む一般社団法人キッタムの代表原田さんにより企画されたキャラバンプロジェクト。こちらはカルダノのロゴを大きく印刷し、地元の特産品である梅酒を乗せたキャラバンカーで道行く人と立ち飲みしながらカルダノの魅力を広めるために日本一周するという壮大なプロジェクトになります。そしてつい先日こちらのカルダノキャラバンカーが完成したということで、その出発記念として地元の吉野川でオフラインのミートアップすることになりました。ミートアップでは主催者の私とコミュニティ随一の随一、これ随一でいいのかな、有識者であるランケットさんをお招きして、ブロックチェーン基礎知識やカルダのエイダの魅力、あ、そういうのもやるんですね。そしてカタリストを活用した吉野川の活性化ビジョンなどについてお話しさせていただきます。またこの時期はちょうどホタルが見頃ということで、勉強会が終わった後は梅酒を飲み交わしながら川辺でバーベキューを行い、夜にはホタルの鑑賞と吉野川の魅力を存分に楽しめるような交流会イベントも企画しております。徳島周辺にお住まいの方やこの休日に吉野川を観光したいと思った方、またリアルのランケットさんにどうしてもお会いしたい方などはぜひご参加くださいと。4時から、あ、2時から4時ですね、体の勉強会。4時からは、大畑酒造様で梅酒の飲み比べ体験会と。体のブースに来ていただいた方はね、ちょっと置いてあったのに気づいてくれた方は、いたかと思いますけど、ちょっと梅酒がね置いてあったんですね。でここの梅酒です、これは。で、交流会が夜8時からということですね。はい、ということです。素晴らしいですね、これを日本中で見られるというのがすごいですね。はい、はい、ちょっと今ねこの美郷っていうのが美郷っていうのが蛍館のところ、場所をねちょっと確認したんですけど、これでお分かりになりますかね。これが淡路島、こっち和歌山県で、こっちが岡山県ですね。で、ここが高松、ここが徳島ということですね。はい、ここから出発してい、くということですね。はい、楽しみです。はい、ミスビットコイン、せっかくカンファレンスに来たけど人見知りが発動して しまったんで、椅子動画の術を使ってひっそり過ごしているということで、まあ、それは、いいとしてですね、ここですね、このカンファレンスで、写真をね撮られてるんですけど、残念ながらね、このカルダノをね、この隠してしまってるというところが気になったので、ね、ミスビットコインさんがまだカルダノをそんなに気にしてないんだなっていうのがちょっと分かって残念だなという、はい、ちょっとしょうもないことに、考えました。はい、高須さん、国税職員が暗号資産のイメージを悪くするとは何事やねんと。ラブドアニュース、国連職員ら、20代男女7人、給付金詐欺ということで、この給付金詐欺で得た2億円を大半を暗号資産に投資していたということですね。はい、まあ一方ではね、暗号資産人気があるんだなっていうことを知らしめてくれていいんじゃないかっていう声も別に出見つけましたけど、まあいずれにしても、良くないことですのでね。はい、
はい、ソロナ、昨日バグにより4時間強のネットワーク停止と、なんかもう恒例みたいになってきちゃいましたね。はい、あともう一個、コインポスト、NFT 電子市場オープンジーの元製品責任者インサイダー取引で起訴と。はい、これオープンシーのどこが悪かったのかなというふうにちょっと見たんですけど、別にオープンシーが悪かったわけじゃないですね。はい、オープンシーの中にいた方が、自分がね儲かるようにオープンシーで見せ方を変えていたみたいな、そんな感じの話でした。はい、なので特に使う側としてはね問題ないかなというふうに思います。はい、前澤友作さん、MZ クラブ立ち上げました。 Web3 で遊ぼうテーマに各種 Web3 プロジェクトとコラボしていきます。現在クラブメンバー募集中、もちろん無料で参加できますということでね、はい、どんな感じになっていくのか楽しみです。はい、では値段に戻りまして 75.81 円ですね。はい、14,012.9×、75.81 で元本が10万円ですので計算しますと、はい、計算しますと962,317円のプラスということで、962% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。